こんにちは、ヘビアのヒロアキです。今日は驚くとボールのように丸々ボールパイソンの交尾についてご紹介したいと思います。よくヘビの交尾はですね、指切りっていう尻尾を絡めるような感じなので、もう指切りって言われたりするんですけど、こんな感じですね。これはモハベとエンチファイアフライレッサーっていう、モハベが黒い方、エンチファイアフライレッサーが黄色い方ですね。こうやってヘビは尻尾の先っちょの方に総排泄腔っていう、こう、まあ、排泄するところも交尾するところも一緒なんですけど、ここに、まあ、あのメスの体内にオスがヘビペニスっていうのを挿入して交尾をするわけですね。これ何時間も、そして何回も続けるわけです。あんまり刺激するとあの離れちゃうこともあるのであれなんですけど、結構がっつり入っていくと、はい、生命の神秘。今日はボールパイソンの交尾についてご紹介しました。行こうねよ。当店の生態在庫状況は概要欄にあるホームページからご覧ください。